はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、おすすめの地方銀行で、えー、株主優待がですね、魅力的な銘柄ってところをですね、私銀行業の方、ヤフーファイナンスの方から88個あるんですけども、全部メケンで優待内容とか確認してから、 あのー、表にまとめましたので、まあ、そちらの方をですね、インプットに、こちらの方をインプットにしてからですね、おすすめの、えー、銀行株というところを紹介していきたいなと思っています。で、こちらスプレッドシートですね、作ったんですけども、皆さんの方にも共有ができるようにですね、えー、実は私ブログをやっておりまして、概要欄の方にブログのですね、URL 貼っておきますので、は、え、じ、ー、めにのところにあるこちらのリンクをクリックというところを押していただけますと、 あの、スプレッドシートを開けますので、もし気になる方はですね、他の銘柄とか気になる方いらっしゃいましたら、株主優待品だとか、あと、ビコーラに注意書き等を記載していたりだとか、一株あたりの株主優待何円換算だったりとか、配当金というところですね、計算して全部まとめておりますので、注意事項の確認した上で、ぜひご参考までにという形で共有して、あの、見ていただければと思います。はい。という形でですね、えー、っと、まず注意事項だけちょっと簡単に申し上げますと、 もし、メケンで調べたものになりますので、誤りがあった場合は、えっと、すいませんという形ですね。あと、優待利回りを計算する上で、一番お得な組み合わせというところで計算していますと、例えばですね、100株で1000円のクオカードと、200株から3000円のクオカードをもらえる場合だとですね、まあ、1株当たりの優待金額が高いのがですね、200株で3000円のクオカードの方、まあ、つまり1株当たり15円になりますので、えー、そういう場合は200株の方で、えっと、今回ですね、この有袋利回りというところは計算しております。はい。 あとはですね、金利アップの特典だとか、手数料、口座の手数料が無料になりますよっていう特典は個人的にあまり魅力を感じませんでしたので、そういう、えー、優待品が持っている銀行っていうのは、まあ、優待があっても削除してます。この表からは。 はい、またですね、えっと、銀行のファンダメンタル分析というところは、えっと、今回全量行っておりませんおすすめの銀行だけ軽く見てるんですけどもそれ以外の銀行さんというのはですね、えっと、特に、えっと、ファンダメンタル分析とか行っておりませんのでもしかしたら優待廃止だとか配当金の減配等のリスクはありますのでそちらの方はあらかじめご了承ください、まあ、ご自身で決算端子の方をご覧いただいて、まあ、大丈夫かなというところを確認した上で保有していただくのが一番良いのかなと思ってますまたですね株価の方が2021年3月22日時点に、えー、取ってきているものに になりますので、えー、まあ、そちらの方で計算しているってうところをあらかじめご承知くださいはいという形で長くなりましたが結論から申し上げますと、えー、合計3個3つあるんですけども1社目がですねヒロギンホールディングス2社目が第4 大志北越フィナンシャルグループ3社目が、えー、芽吹銀行さんになっております。まあ、全銀行ですね、カタログギフトっていうところが株主優待にご,ご,ございまして、まあ、配当金と株主優待の金額っていうところを加味した上で、えー、配当プラス優待2枚っていうところもですね、えー、どの銀行も三3.82ぐらいまでいってますかね。はい。広島銀行、広銀、 ヒロギンホールディングスは4.54%まで来てるんですけど、まあ、結構高めっていう形で、かつ、えっと、まだまだ財務的にも余裕があるのかなと思ってますので、こちらの3個の方を紹介していきたいと思います。はい。まずは1社目ですね。まあ、そもそも銀行株保有するのありなのか、なしなのかっていうのは、えー、個人的ない、えー、見解っていうところですね、ブログの方に載せておりますので、気になる方はですね、えー、ご覧ください。 という形でおすすめの銀行株、第1位はですね、ヒロギンホールディングス7、銘柄ことコード7377になります。株価753円に対して、優待の方、一口からですね、優待の方ができます。100株からですね、2500円相当のカタログギフトと、広島の美術館の招待券のところがもらえまして、配当金がですね、1年間24円もらえますと。ですので、配当の税引き後、プラス優待利回りを計算しますと、4.54%の形になっておりまして、かなり高配当、高優待な銘柄なのかなと思ってます。 はいまあ、最近合併したばかりの銀行になっておりまして、優待もですね。その時に一緒に新設されたばかりですので、まだあのあまり知られていない銘柄なんじゃないかなって思ってます。まあ、これからどんどん人気が集まってくるんじゃないかなっていうのが私の予想ですね。なので、株価も上がっていくんじゃないかなと思ってます。 はい。で、広島銀行ってところはですね、地銀の中でも上位クラスになりますので、まあ、一定の利益ってところから今後も確保できるのかなっていう形で、えっと、ご参考に、えー、コメントの方を書いております。で、決算端子の方もですね、ヒロギンホールディングス、えっと、まあ、合併したばかりなので、昨年の利益等は記載はされていないんですけども、配当成功ですね、えー、期末が12円で、実は中間も12円で取れまして、合計24円になりますと。ですので、配当成功の方は24、24割1株当たりの利益ですね、えー、6 8 っていう形で計算してかける100すると、えー、34.79%という形で,ですね配当成果は35%前後なので、まあ、十分配当力があるのかなと思います配当力配当成功がですねーセ50%超えてくるとちょっとあの配,配当の減配リスクあるのかなっていう形で70%超えてくるとそろそろ配あの減配されるんじゃないかなっていう感触で、えー、見ていただければ構いません、まあ、今回は35%ですので まあ、残りの75%はですね、配当余力があるというふうに考えることができますので、全然、えー、問題ないのかなと思ってます。はい。まあ、私、大学が広島になりますので、はい、あの、ヒロギンホールディングスには思い入れがあるって形になりますね。はい、えー、第2位ですね。 大志北越フィナンシャルグループメ柄ガルコード7327になっております株価が2 9 5 5円で2500円相当のカタログギフトがこちらももらえます、まあ、基本的に地銀の優待っていうのはですねカタログギフトになるんですけども特産品とか特にあのたくさんありますので、まあ、非常におすすめですねで、えー、と1年以上の保有条件ということがありますので、まあ、今ですねあの株の方保有されたとしても3末が権利名になるんですけども、えー、と1年間は株主にならないと 優待の方もらえませんので、まあ、来年を見越して保有するのありなのかなと思ってます。はい、配当金の方は120円になっておりまして、配当プラス入退入り回りというところは3.97%、まあ、高水準ですね。はい。新潟周囲と、えー、新潟周囲の大志銀行と同、えー、2位のですね、北越銀行というところは経営が 経営統合した銀行の中で次の中中ででも上位クラスになりますと、はい、配当成功自体がですね、52%という形で若干高めなので、四、まあ、半期ごとにですね、四半期ごとに決算内容というところの確認は、えー、していただきたい銘柄になってます、えー。これが、ごめんなさい、先ほど紹介できてなかったんですけども、ヒロギンのですね、優待内容になりますと。はい、100株で、えー、カトロギフト2500円相当と、あと、美術館等のですね、招待券。 大志北越銀行さんの方は100株でですね、1または丸2という形に書かれてまして、丸1の方がまあ寄付になってますので、丸2の方ですかね、特産品の掲載したカタログという形で2500円相当がもらえるということです。はい 一年以上保有継続でありですね。で決算短信の方が、第一はこっちですね。第一北越銀行さんの方なんですけども、まあ、ちょっと減収減益というところがございまして、マイナス金利というところが、まあ、板でになって今、今後金も減収減益になりましたという形に書かれておりました。はい、配当成功自体が200 100 120円の配当金に対して、当機収入が230円になりますので、 120÷230 で52%という形で、まあ、50%ちょっと超えているぐらいなので共用範囲かなと思って今回紹介させていただいてます。はいでですねちなみに110銀行さんの33フィナンシャルグループの方はですね配当成功70%以上超えていたりだとか100%超えているという形でしたので今回はですねランキングから外させていただいてます。はい では次ですね。えっと、め、あ、ごめんなさい、こちらですね。えっと、芽吹銀行。あ、ごめんなさい、こっちか。うんこれか。はい、失礼しました。で、第三のが芽吹フィナンシャルグループになっております。銘柄ガルコン7167で、株価が二百八十七円という形で、かなりえっと割安、割安というか株価が低い銘柄ですね。低株かなと思います。 はい。有体の方がですね、2500円相当のカタログギフトがございます。ただし、条件としましては、100株ではなくて1000株以上の保有条件になります。配当金の方が11円になりますので、配当の税引き後プラス、優待の利回りってところだと3.82%になってます。まあ、銀行ですね、茨城と栃木でシェアの収入を取っておりまして、まあ、2021年からですね、えっ、ー、と、店舗にセルフレジの導入等も進めるっていう形で、まあ、業務の効率化も実施予定って形で、都市基本には書かれておりました。 はい。配当利回り単体で見てもですね、株価287円に対して、配当金が11円になりますので、配当利回りが3.83%という形で、まあ、後輩銘柄でもありますので、えー、いきなり1000株が難しいよっていう方はですね、少しずつ、えー、100株100株という形で買い増しをしていって、まあ、来年、再来年に優待を狙うの、えー、優待を狙うのもありなんじゃないかなって思ってます。 はい、で、芽、え、吹、ー、きフィナンシャルグループの方もほうもこちら、記載の通り100株で2500円相当のカタログギフトになっております。はい、で、直近の決算端子の方もですね、えー、こちらの方もマイナス金利等だとか、えー、コロナの影響等がございまして、減収減益になっておりますと。はい、まあ、ただ、配当成功ですね。配当金11円に対して、 準当期純利益、一株当たりの利益ですかね。EPS が28.46円になりますので、配当成功の方を計算していくと、28.46円。という形で、まあ、38%という形になりますので、こちらもまあ配当余力というところは十分あるのかなと思いますので、今回ランキング3位にさせていただきました。はい、という形でですね、まあ、ランキング上位すべてカタログギフトになってしまったんですけども、他の銀行さんの方ですね、クオ・カードだとかミネラルウォーター、あって、 あとは、まあ、今治タオルとかもありますかね。という形で、マ、まあ、カトルギフト特産品が多い中でもですね、まあ、ユニークな優待品というところもございますので、もしよろしければですね、えー、気になる方いらっしゃいましたら、こちらのブログの方から、えー、ご覧いただければと思います。はい。という形で、えー、本日はですね、えー、地方銀行の、えー、優待内容、おすすめの銘柄という形で紹介させていただきました。よかったよとかっていう方ありましたら、コメントいただけると、えー、非常にモチベーション上がりますので、嬉しいです。以上となります。ありがとうございました。